こんにちは、海老原です。えっ、ー、と、今日はですね、桃太郎を読ませていただこうと思います。前に一人称の桃太郎を読ませていた,いただいたことがあるんですが、今日は普通の桃太郎です。ですので、お子さんも一緒に聞いていただけるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。桃太郎。昔々、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山から滝木を取ってきて、 村でそれをを売っててて暮らしし立てていましたおばあさんは畑を耕したりお掃除をしたり、川で洗濯をしたりして留守番をしていました。今日もおじいさんは山へ焚き木を取りに出かけました。おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが洗濯をしていると、 川上の方から大きな桃がどんぶらこーどんぶらこーと流れてくるではありませんかあれまあなんて大きな桃でしょう持って帰っておじいさんと一緒にいただきましょうおばあさんは大きな桃を抱えて家へ帰りましたおばあさんは夕ご飯の支度をしておじいさんの帰りを待っていました ただいま。帰ってきたおじいさんは、大きな桃を見てびっくりしました。なんと、これは驚いた。こんな大きな桃を見るのは初めてじゃ。それにしても美味しそうじゃのう。ばあさんや、さっそくいただきましょう。よっこらしょ。おばあさんは大きな桃をまな板に乗せて、 包丁で切ろうでろとしましまたすると、パっクリ不思議なことに桃はひとりでに割れて、おにゃーおにゃー桃の中から元気な男の子が大きな産声を上げて飛び出してきました。おじいさんとおばあさんは大変驚きました。でも、二人には子供がいなかったので、大喜びをしました。 これはきっと子供が欲しいというわしたちの願いを神様が聞き遂けてくださったのじゃ。おじいさんとおばあさんは男の子に「桃太郎」という名前をつけてそれはそれは大切に育てました。桃から生まれた桃太郎はおばあさんが作ってくれるごちそうを たくさん食べてすく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 育ち力持ちの少年になりました桃太郎がおじいさんを手伝って薪を割るのでおじいさんは山に薪きを拾いに行かないで済むようになりました親孝この桃太郎のおかげで楽をさせてもらえるなある日都からやってきた薬売りが 鬼の話をしましまた。鬼ヶ島から悪い鬼がやってきて家を壊して宝を奪ったり人々に乱暴して都を荒らし回るのでみんな困っています話を聞いた桃太郎は悪い鬼たちだ僕が退治してくるおじいさんとおばあさんは早速鬼退治に行く桃太郎の支度にかかりましたそして 力のつくきびだんごを作ります。この団子は一つ食べると十人力二つ食べると百人力三つ食べると千人力がつく不思議な団子です。気をつけていきなさい。おじいさんとおばあさんに見送られ桃太郎は出発しました。桃太郎が鬼ヶ島を目指して歩いていくと 犬がやってきて。ワンワン桃太郎さん桃太郎さんお腰につけたきび団子、ひ一つ私にくださいな桃太郎がきび団子をあげると、犬はおいしそうに食べました。なんだか力が湧いてきたお礼に何でもいたします私を家来にしてください桃太郎と犬が山道に差し掛かると、猿がやってきました。キャキャッ,キャッ 桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご、ひつ私にくださいな。桃太郎からもらったきびだんごをおいしそうに食べると、猿は、なんだか力が湧いてきたぞ。私も家来にしてください。猿もお供をすることになりました。桃太郎が犬と猿を連れて歩いていくと、きじが飛んできました。 けんけん、桃太郎さん桃太郎さんお腰につけたきびだんごを1つ私にくださいな桃太郎がきびだんごをあげると「これはうまいなんだか力が湧いてきた私もしも家来にしてください!と」ときじも家来に加わりました犬猿 木地をお供にした桃太郎は、やがて鬼ヶ島へ渡る浜辺にたどり着きました。桃太郎は、近くの漁師に頼んで、船を借りました。船は、帆に風を受け、鬼ヶ島を目指して走っていきます。キャッキャッ鬼ヶ島が見えてきました猿が叫びました。船が着くと、それ、かかれ 桃太郎の命令で、まずキジが門の向こうへ飛んでいき、猿も負けずによじ登ります。キジと猿は力を合わせて、門の勘抜きを外しました。今だ進め桃太郎と犬も攻め込みます。突然桃太郎たちが現れたので、鬼は慌てふためきました。敵は子供と犬、猿、キジの三匹だけだ。 やっつけてしまえ。と、鬼の大将が叫ぶと、鬼たちが一斉に向かってきました。ところが、船の中で力のつくきびだんごをたくさん食べてきた犬は、ワンワン、ガブリと噛みつき、猿は、キャッキャッとひっかき、キジは、ケーン、ケーンとつっつきます。はぁ、痛い痛い,い、助けてー ああ、降参です鬼たちは逃げてしまいました。なんてだらしない奴らだ鬼の大将は怒って、桃太郎に掴かみかかってきました。えー、いやあドッシーンキビ団子を食べて千人力の桃太郎は、逆に鬼の大将を投げ飛ばしました。いたててててて まいたうっこうさんだもう二度と悪いことはいたしませんお許しくださいとうとう鬼の大将も桃太郎に泣いて謝り盗んできた金銀サンゴの宝物を差し出しました車に宝物を積み込むと犬が引っ張り縁やら猿が後押し縁やら 記事が綱引き、縁やら引き上げました。<laughs> めでたし、めでたしというお話でした。ありがとうございました。